こんにちは、すずです。今回は屋久島12月の登山の服装についてお話ししようかなと思います。すずの音チャンネル。ただね、屋久島12月から3月まで、トレッキングのオフシーズンに入ります。っていうのも、12月から2月っていうのが、屋久島もね、冬が来るんですよ。もう大雪が降ります。本当にね、ひどいとっていうか、雪が多いと、積雪2メーターとか3メーターとか、積もることがあります。で、私も去年12月の、クリスマスの近くに屋久島に来てて、でそれでトレッキングっていうかしたんですけど、足がね、丸々1本埋まるぐらい積雪がありました。で、動けない、どうしようみたいな感じに、なった経験があるんだけど、私雪山に行ったことがなかったので、一応その時ガイドさんにお願いして連れて行ってもらってたので、問題はなかったんですけど、屋久島って鹿児島と奄美大島の間にある、一応南の島みたいなイメージの、離島ではあるんですけど、かなり四季がはっきりしてて、日本の四季がはっきりしてて、冬は本格的な冬なんですよ。屋久島って垂直分布っていうのがあって、上がもう北海道みたいな植生になってます。影響もあって、冬は雪みたいなのがあります。なので、あんまりね、登山行かれる方はいないと思うんですけど、12月はね、まだギリギリ行けるか行けないかっていう狭間なので、一応ちょっとお洋服紹介しておこうかなと思います。で、今日が12月の13日です。で、天候としては、今ちょっと霧雨が降ってきちゃったんだけど、日中はかなり暖かかったです。太陽も結構さんさんと出てる感じでした。で、だから行動着がこれなんですけど、今ね、一番上に保温性の高い、モンベルの、私がいつも使ってるレインウェアを着てます。で、この下にこれ登山用じゃないんですけど、ウルトラライトダウンの、ユニクロのやつで、めっちゃ洗濯しまくってて、実は保温性がもうあんまりないっていう、すごい3、4年使ってる3、4年使って家の洗濯機でガラガラ洗い回してて、あんまりあったかくないやつを着てます。ただやっぱりあるとないのじゃ全然違うので、着てます。で、体がね、一番冷えを感じるのって、首とか胴体だと思うんですけど、これ着てれば、とりあえず OK でしょみたいな感じに思ってます。で、この下は夏着てた服ですね。夏も着るような、モンベルの、ロンティーです。で、これもう吸水速乾の、なんかほんとさらっとした、ウェアを着てます。で、やっぱりそこの寒い季節でもちょっと歩いたりすると汗をかいちゃったりするので、一番下に着るのは、私はこういうさらっとした生地を好んで着ています。で、その下に、キャミソールを着てます。で、ズボンですね。ズボンがモンベルの中厚でのズボンです。もう冬用のズボンを履いてます。で、中が裏毛もついてる、ストレッチパンツです。で、この下がね、私サポートタイツを今日は履いてきたんですけど、日によってですね、サポートタイツは履いたり履かなかったりするんですけど、寒い季節になると、あった方が筋肉の負担も軽減するし、いいかなと思って、寒い時は履いてます。私、トレッキングポールを
めったに使わないので、まあ、冬滑るのが怖いから使うっていうのはあるんですけど、その他のシーズンでは一切使いません。で、重い荷物持って、歩いてるので、やっぱりこの筋肉への負担っていうのは結構かかるので、まあ、こういったサポートタイツがあると何て言うんだろう、疲労軽減みたいな感じで、かなりトレッキングポールを持ってるような感じになれるタイプなので、履いてます。で、やっぱり冷えるとね、筋肉が痛みやすいっていうか、こう凍えちゃってさ、こう怪我しやすくなるので、まあ、なるべく着込むようにはしてます。で、靴下は、これはアクリルのモンベルの靴下に、中には、パンダの100均で買った綿の靴下を履いてます。なんか可愛いから気に入って、まあ、毎日色違いで履いてるんですけど、もうちょっと寒くなれば、そのウールの靴下と2枚重ねみたいなこともすることがあるんですけど、そんなに今寒くないので、この薄手のパンダの靴下を履いてます。で、それからね、ちょっと見せれないけど、毛糸の腹巻きパンツを履いてます。やっぱりお腹とか、なんかお尻とか結構冷えるので、履いて、まあ、胴回りこの辺を温めるようにしてます。それから靴を紹介しようと思います。で、もうね、足底冷えもするというか、濡れたら寒いし、もう結構しっかりとした、トレッキングシューズが必要になってきます。で、夏とかはサンダルでも私歩いちゃってた時があるんですけど、もうちょっとダメだなって結構早い段階で、まあ、秋ぐらいに思いました。やっぱ屋久島水が多いので、一回濡れちゃうと結構冷えます。なので、もうちょっと防水性のある、まあ、靴を晴れてても持ってた方がいいです。まあ、履いてった方がいいです。で、これに装着できる軽アイゼンを持ち歩いてます。で、これ実は軽アイゼンってこう雪が降ったりとか、こう凍っちゃった時に装着するやつなんですけど、実はこれね、一年中私は持ち歩いてます。こうラバーのタイプなので、こうすごいコンパクトで、まあ、畳んでこうザックの底に入れるようにしてます。で、なんで一年中持ち歩いてるのかっていうと、私の靴もこれ8年選手なのよ。8年目で、ほぼほぼこれを履いてトレッキングしてます。もうこの靴で何万キロ歩いたんだろうっていうレベルで本当に履きまくってます。で、もう靴べらじゃない、靴底もね結構剥がれちゃってて、何回も貼り直して接着剤で貼り直して、で、山行って帰ってきたらまた剥がれてるから、またくっつけてっていうような繰り返しで、もうどうにか長く履きたいみたいな感じで、この靴大好きなので、今履いてるんですけど、やっぱりメンテしてても靴底を剥がれちゃう恐れはすごくあるので、その時に剥がれちゃったら、これをねこう、まあ、装着すれば靴底がこうキュッとくっつくので、困らないというか、最悪の事態が免れるみたいな感じです。こんな感じで、まあ、簡単にくっつけることができるので、まあ、もちろんね、雪が降ったりとか氷が張っちゃったり用のやつなんですけど、そういうなんか靴底剥がれた時の応急処置としても使えるので、まあ、年中持ってるようにしてます。で、まあ、自分用だけど、まあ、誰かが
ついて困ってたら、まあ、あげちゃってもいいかなって思いながら、まあ、持ち歩いてます。値段がね、これ800円ぐらいでネットで買いました。で、それから手袋ですね。もう寒いので、なんか手がね、やっぱり冷えるとしんどくしんどくなります。なので、手袋が2種類持ってきてて、1個はもうこれ100均の、普通のウールの手袋っていうか、もう軍手に近いやつでもすごいあったかいです。で、ストッパーもついてるし、私指がね出たいの指が出たいの。なんかこう指が出ないとちょっと息苦しい感じになっちゃうので、指が出るのがいいなと思ってこれを買いました。で、さらに寒くなったら、まあ、これをねこう二重に装着してもいいなって思って、まあ、これはもうこの手袋も何年も使ってるやつなんですけど、これもまあ持ってきました。これ違うや、何年も使ってないよ、1年ぐらいだ。なくしちゃったの。同じやつを何年も使ってる、同じ型を何年も使ってるだけで、去年か一昨年なくしちゃって、まあ、意外とこれはまだ1年半ぐらいしか使ってないけど、同じ型のはもう何年も使ってます。で、これいいのは、スマホをこれでタッチして使えるっていう、手袋外さないでそのままスマホの操作ができるっていう手袋で、まあこれそれが気に入って持ってました。で、これね、私いつも頭につけてるやつ、実はこれ帽子じゃなくてネックウォーマーです。で、寝るときにこのネックウォーマーにして寝てます。なんか結構寒いのでこうやって覆って寝てます。で、前回私12月1日から4日まで屋久島の山をねこう縦走してたんですけど、その時結構寒かったの。もう雪も降ってたし、凍ってました。石も凍ってました。で、まあ、ゆっくり慎重に歩けばいいかなと思って、ちょっとめんどくさくて軽アイゼンは使わなかったんですけど、それぐらいなんか本当にね、寒かったです。で、その時に、まあ、寝る時は、もう、なんか覆って、もうこの辺もさ、すごい痛くなっちゃうの、寒くて。こうやって覆って寝てました。ただ行動中にこれはね、帽子になるので、こうやってやってます。耳が寒かったら耳を隠してみたいな感じにしてます。で、これね、すごいよくって、こんな長いので、ウール 79%、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン。で、洗濯はね、このまま、普通に私はしてて、で、なんか非常にあったかいです。で、登山中だけじゃなくて、他の普段も結構首冷えるなっていう日は、まあこれを使ってたりします。で、これはね、ヒマラヤ登山にも持ってったんですけど、本当にね、持ってってよかったなって思ったものでした。ではでは次、重装の、日中はこれでいいんですけど、なんだ、寝る時の服装をちょっと紹介しようと思います。はい。着替えてきました。まあ、これが、行動着じゃなくて夜寝る時用の服装です。で、帽子がね、この一応ネット帽を私持ってきてて、まあ、頭冷えると頭痛くなっちゃったりするので、頭はなるべく冷やしたくないっていう感じで寝る時ネット帽をかぶってます。で、それからさっき、頭にかぶってたのを首にします。
で、まあ、上が、これアークテリクスのダウンです。でこれのね購入のポイントとしては、まあ、コンパクトになるっていうのと、あと私ね身長が144センチって結構小柄なので、自分に合ったダウンがねなかなかなかったんですよ。で、まあ、登山用にもあとまつぎとしても着れるようなものっていうので探してた時に、これいいなと思って、まあ、買っちゃいました。で、まあ、あったかいし丈夫だし今のとこいいなっていう感じです。結構、ま、丸めるとコンパクトになって収納も簡単です。ちなみにこれをねしまうときに専用の袋ももちろんあるんですけど、私もめんどくさがりがひどいので、もう適当に畳んで、でこのフードの中に袋を突っ込むと、もうこれでなんて言うんだろう、収納できるっていうか、これで保存してます。まあ家で保存するときはちゃんとハンガーにかけるけど、持ち運ぶときはこれにして、でなんかこう圧縮袋とかに入れて、まあ、保管してます。でそれからこれ結構モコモコの毛足の長いフリースです。結構厚手なのであったかいです。で今回の登山では、日中来ませんでした、結構暑かったので。ただ、ま、今日12月13日で、ただなんかめっちゃ綺麗だね、景色がめっちゃ綺麗になってきた。でただ、その前の時12月1日から4日に入った時はもう寒くて寒くて天気も悪かったので、ま、その時はこれをまあさっきの行動着の間にこれを着て過ごしてました。でそれから中には、まあ、さっき着てたダウンのノースリーブのやつと、これがウールの右のウールのロンティーです。これすごいあったかいです。あったかすぎて行動中着るのはちょっと無理なぐらい発熱性の高い、お洋服です。で下は、レインパンツを履いてます。で、まあ、レインパンツやっぱり、まあ、保温性が高いので一番上に履くようにしてます。でちょっとこれねやばくって、行動中にねもう あんまり履きたくないなって思ってて、福島花崗岩の島で岩がね結構いかつくて引っ掛けるとね簡単に破れちゃうのよ。でもうこれ悲しすぎるな。で破れちゃったら一応このレインウェアの補修する布とかが売ってて、それで自分でメンテしてるから、まあ破れちゃっても直すっていうかこう。そこまでは困らないんだけど、実はまだその補修することをねできてなくって、今ねちょっと穴開いた状態になってます。やばいよね。で早く直さなきゃって思いつつ、まだその布を買いに行けてないからちょっと恥ずかしいんですけど、これねやばいよね、めっちゃ穴開いてるの。まあ、雨降った時には履くけど、それ以外はもうパジャマとして履こうと心に決めてます。でこの下には、モンベルのこのカッパもねモンベルなんですけど、この下もモンベルの、ダウンパンツを履いてます。これ結構あったかいしコンパクトになるし優れものです。でその下にこの上と同じメリノウールのすごい保温性発熱性のあるタイツを履いてます。これパジャマとしてもすごくめっちゃいいっていう感じです。で、まあ、そんな感じかな。とにかく夜は本当に冷え込むので氷点下近くなります。
で、まあ、今日はね、お天気いいからそんな風に感じないかもしれないんですけど、明日かな、明後日あたりからちょっと雨が降って、冷え込むって予報で、多分ね本当に雪がそろそろ本格的に降り始めるんじゃないかなっていう、まあ、予報、天気予報です。氷点下以下、多分マイナス、その新高塚小屋とかで調べるとその気温が出てくるんですけど、多分新高塚小屋あたりでもマイナス 2-3 度、まあ、もっとそれ以上いくんじゃないかなっていうような、なんか来る前にチェックしたんですけど、そんなような天気予報になってました。なので、本当にこれからの登山はしっかりとした防寒着を持っていかないと、低体温症で本当に亡くなっちゃう人も屋久島いるので、南の国だと思ったのにみたいな感じで、結構薄れできちゃう人もいて、それが原因でっていう人もいるので、本当にもう冬山登山の服を持ってない人は入らないでください。で、街の服装って言えば、私の住んでる南部では今の段階では、ロンティーと長ズボンで日中は過ごせます。ペラペラのロンティーと長ズボンで全然過ごせてます。で、むしろね、暑いぐらいなんならさ、ちょっと4日ぐらい前30度ぐらいあるって聞きました。で、他のね、北部とかもうちょっと冷え込んでる地域もあるみたいなんですけど、基本的には多分、まあ、ロンティーに、まあ、ちょっと、なんだ、フリース1枚持ってれば、まあ、そんな凍えないんじゃないかなって思ってます。で、まあ、ちょっと心配な人は、まあ、ダウンね、1枚持ってたら、まあ、本当、間違いないっていう風に思います。冷え込むと本当に冷えるんだけど、そうじゃないと結構ね、あったかいなっていう日がね、続いてます。で、それから私一応ね、今使ってないんですけど、カイロは持ち歩くようにしてます。その貼るタイプと貼らないタイプを、まあ、1日1セットずつ、カバンの中に入れてます。まあ、いざっていう時にやっぱりね、ダウンを取れるものがないと困っちゃうので、まあ、カイロとか、あと私カキを持ち歩いてるので、まあ、そういうので温まることができます。ということで、今回は12月屋久島登山のお洋服についてのお話でした。まあ、ほんとね、もう雪山なので、雪山、冬山、まだ雪降ってないんですけど、積もってはないんですけど、12月上旬でも結構降ってたりもしたから、もう冬山なのだから本当に冬山だと思って来てください。まあ、もちろんね、そうじゃない日も12月あるんですよ。今日とかもそうじゃない日なんだけど、ちょっとあったかいなっていうような日だったんだけど、それはもうレアだと思って、もう本当に備えてきてほしいなと思ってます。この動画がちょっとでもいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。